こんにちは、フォルバーです。今回は革靴の話ではなくて靴下の話をしていきたいなと思います。で今回はですね、なんと靴下を提供いただきまして、そちらのですね、商品を紹介していきたいと思います。その靴下っていうのがこちらになります。でこちらはですね、ケアソクというブランドの靴下になりまして、こちらをですね、2足ご提供いただきました。でこちらの違いとしましては、ここの長さですね、くるぶしだけのものとですね、通常の、普通の長さのもの、この2つをね提供いただきまして、こちらをですね紹介していきたいと思います。こちらですね、実際にもう履いていまして、ちょっとね中身はもう出しているので、こちらはねパッケージだけになるんですけども、今回はですね、こちらケアソクという靴下の、特徴であったり、実際に使用した感想、そしてですね、こちらにある、革靴との相性、それについて話をして、さらにですね、ちょっとした気になる点もですね、ありましたので、それについて話をしていきたいと思います。では早速見ていきます。まずですね、こちらのケアソクという靴下の、特徴について話をしていきたいと思います。で実際にですね、アイテムはこちらになっています。でこちらはですね、カラーはブラックを選んでいまして、両方ともね、ブラックカラーになっています。でまずですね、こちら、簡単にこう見ていただきたいんですけども、どうでしょうか。普通の靴下と、何か違う点皆さんわかるでしょうかね。パッと見た感じは、そこまでね違いが現れていなくて、ここにね、ロゴのケアソクが書いてあって、その点がね、気になる部分なのかなとは思います。でまずはですね、こちらのケアソクの特徴から話をしていきます。でこちらのケアソクというブランドはですね、3つのシリーズがあります。1つは整える、2つ目に温める、そして3つ目が潤す。この3つのシリーズがあります。で今回私が紹介するのは整えるというシリーズの靴下になります。でこの整えるという靴下はですね、足のトラブルの予防と緩和、これをねしてくれるような靴下になっています。一応ですね、科学的なエビデンスもありますので、その点ではですね、しっかりと足のことを考えて作られた、そんな靴下となっています。特徴としましては3つあります。1つ目はですね、インナー5本指です。でこちらね見ていただきますと、見た感じだと普通のね靴下に見えると思うんですが、実はですね、このつま先の部分は仕切りがありまして、いわゆる5本指ソックスと、同じような感じになっています。それをですね見えないようにしていて、インナー型の5本指ソックスとなっています。これにすることでですね、指をですね正しい位置に配置してくれますので、指一本一本が快適に動いて、重心バランスが整って、疲れにくくなるようです。そして次にですね、かかとのハニカムクッションです。でこちらもですね、黒で見えにくいかと思いますが、このようにですね、ハニカム構造のクッションになっています。これはですね、独自のクッションになりまして、かかとからの関節や筋肉へ伝わる衝撃をですね、大幅に軽減してくれるようです。スニーカーなんか見ていただきますと、スニーカーはだいたいこのかかとの位置にクッション材がついていると思いますが、それと似たような感じで、歩いた時のかかとからの衝撃をですね、吸収、和らげてくれるような、そんな構造となっています。そして最後にですね、こちらの部分でこう色が変わっているところがあるかと思いますが、これがですね、広がった足幅を補正してくれる横アーチサポートになります。横アーチが衰えますと外反母趾であったり足裏痛の原因になりますので、それをですね、独自設計で横アーチをこうサポートしてくれまして、さまざまな足のトラブルをですね、緩和してくれるような、そんな機能となっています。でこの3つがですね、こちらのケアソクの整えるシリーズには備わっています。といった感じで、こういったね説明はケアソクのホームページにも、しっかりと分かりやすく書かれていますので、もっとね詳しく知りたい方がいたら、そちらのねホームページを見ていただきたいと思います。で次はですね、実際に履いてみた感想について話をしていきたいなと思います。で続いてはですね、こちら実際に履いてみた感想について話をしていきたいと思います。で私はですね、こちらのタイプのものを、メインで履いていました。
でまずですね、履いた瞬間に感じたことから話をしていきますが、やはり履いた瞬間にあ違うなという感じる部分はやはりこのつま先の部分ですね。やはりこう一本一本こう分かれることで、履いた時に若干の違和感があります。それがやはり違いとして分かりやすいです。指がちょっとねこうグッとこう広がるような、そんな感覚がありまして、最初はねすごく違和感があって、なんか微妙な感じっていうのもねあるんですけども、徐々にですね、履いていくと慣れてきて、今ではそこまでね違和感っていうのはありません。すでに5本指ソックスを履いている方でしたらそこまでね違和感なく履けると思いますが、初めて5本指ソックスを履く方からするとちょっとね違和感が出るかなといった感じはします。そして次にこのかかとのクッション性ですね。やはりこのクッション感が他の靴下にはない特徴だと思います。通常の靴下ですと、かかとにクッション性っていうのはありませんので、特段ね靴下だけを履いていてクッション性を感じることはないとは思いますが、ケア底を履きますとやはりこのねクッション感っていうのはすごくね感じます。最初は履いて、家の中を中心にこう歩いていたんですけども、クッション性っていうのはすごくね感じました。これもね最初はちょっとした違和感、今までにはない感覚でしたので、少しね変な感じはしたんですけども、やはりこのクッション性っていうのはね結構いいなとは感じています。であとはですねこの横アーチサポートに関してなんですけども、私自身はそこまでこう感覚として感じることはできなくて、おそらく歩いている時に、これは感じれる部分ではなくて、感じないけど、足のためには役に立っている、そんな、ようなものなのかなとは思います。履いてみた第一印象としてはやはり、つま先ですね。つま先のこのつま先のこの指の広がりを感じて、そしてこのかかとのクッション性を感じるというのが、私の第一印象になります。で次にですね、実際にこれを履いて、靴と合わせて、外を歩いてみた感想になるんですけども、やはりね1日履いた後の疲労感っていうのはね結構軽減されている感じがあります。私はですねこちらにあるように、革靴を主に履いていまして、1日ね革靴を履いてきますと、結構ね疲れてきます。やはりこのケア足と合わせた時にはですね、よりこの疲労感っていうのは軽減されている感じがあります。で、どういった部分でそう感じるのかっていうと、やはりこのかかとのクッション性、これがですね、一番の要因なのかなとは個人的には思います。で革靴っていうのは結構ね硬さがあってクッション性がほとんどないです。もちろんですねこのソールにクッション材を用いた革靴っていうのは、数多く存在してはいますが、私が持っている革靴に関しては、そういったものがついていない革靴を中心に履いていますので、そういった革靴はですねクッション性がないので、やはり1日履くとですね、単純に疲れます。それをですねやはりこのかかとのクッション性があることで、それをですね、軽減してくれまして、1日履いた後の疲労感っていうのはだいぶね軽減されたかなと思っています。で次にこのつま先の部分ですね、つま先の部分もこう広がることでケア足の説明によると、重心バランスが安定していい歩行ができるという説明があるんですけども、そこまで感じるかっていったら、そうではない気もしますが、やはりこの指がねこう広がっている感覚があるので、つま先まで結構ねこう意識がいく感じがあります。ですので、歩いていってもこう足の裏、かかとからつま先まで全体をね使っているような、そんな感覚はですね意識すると感じますので、そういった部分で、しっかりとこう足をね、使って歩けていって、疲労感の軽減につながっているのかなとは思います。ということでですね、やはりこのケア足を履くことでですね、普通の靴下に比べると疲労感の軽減は感じますので、もしですね1日歩いていると疲れてしまうなという方がいましたら、このねケア足は試してみる価値はあるかなと思います。そして次にですねこの革靴との相性についても話をしていきたいと思います。私はですね、1年の9割以上はですねこの革靴を履いています。こういった感じで、ザ・革靴ですね。私のチャンネルを見ていただいている方でしたら、どんな革靴を履いているか、分かる方多いと思いますが、結構こう硬さのある革靴を、中心に履いています。先ほども言ったようにやはりこの革靴に関してはクッション性っていうのはないので、
これと合わせた時に疲労感の軽減はあります。しかしながら気になる点もねありましたので、その点について話をしていきたいと思います。最も気になる点はですね、ケア足を履いて靴と合わせた時にフィット感、サイズ感が変わるというのがですね、まあ、私がすごく気になった部分です。でケア足のねこちらの靴下に関しての厚みに関しては、そこまでねすごく厚いっていう感じはありません。まあ、ユニクロの靴下と、まあ、同等程度の厚みですかね、まあ、登山靴の中厚でにはいかないようなぐらいの一般的な厚みだと思います。まあ、普通の、ね、スポーツソックスぐらいの、まあ、厚みだと思います。まあ、しかしながらこのかかとの部分ですね、かかとのクッション材は結構ねこう厚みがありますので、この部分の厚みで革靴のサイズ感っていうのは少しね変わっていきます。またですね、このつま先ですね、まあ、つま先がですねこう分けられている、まあ、インナー5本指タイプになりますので、まあ、こちらを履きますと、まあ、通常であったら、まあ、こんな感じでね、まあ、閉じた感じで靴下を履くと思うんですが、こちらのケア足を履きますとこう少しねこうつま先が広がってきます。で広がることでやはりこのつま先のフィット感っていうのがだいぶ変わってきます。まあ、ここの部分は結構ね気になると思います。まあ、私自身もすごくね気になった部分です。まずこっちのかかとの部分から話をしていきますとか、かかとの部分はですねやはりここに厚みがあることで、まあ、履いた時にですねここのかかとが少しこう浮き上がるような、まあ、そんな感じがあります。ですので、まあ、今までだったら、まあ、しっかりとこうかかとをねこうホールドしてくれる感じがあったんですけども、ちょっとかかとが浮き上がることで、まあ、そのホールド感がちょっといまいちな感じがする時があります。まあ、これは靴の、まあ、これは靴によってその感じ方っていうのは変わってくるんですけども、まあ、靴によってはちょっとねホールド感がいまいちになってしまうこともあります。まあ、かかとが抜けるような感覚までにはいかないので、まあ、慣れてくればそこまでね気にならない部分かなとは思うんですけども、まあ、かかとのねホールド感、フィット感という点ではちょっとね損なわれる感じがあります。続いてつま先部分のフィット感ですね。でこれはですね、まあ、やはり靴によってだいぶ差が出てきます。で私もですね結構いろいろな革靴を持っていまして、まあ、幅が広いものもあれば細いものもあります。で私もですねこちらのケア足を履いて、まあ、いくつかね靴を、こう履き比べて、いったんですけども、まあ、やはり細い革靴に対してはだいぶね窮屈感っていうのが出てきます。これは結構どうしようもないかなと思っています。まあ、やはり細めの靴で普通の靴下を履いて、まあ、ジャストフィットの靴に対してですねこのケア足を履いてしまいますと、まあ、足の指がですねこう広がることですごく、ね、圧迫感が出て小指がですね、まあ、だんだんと、まあ、私に関しては痛くなってきました。ですので、まあ、普通の靴下を履いてジャストめのサイズ感のものに対してこのケア足を履くっていうのはあんまりおすすめはできません。しかしながらですね、まあ、革靴の中には幅にゆとりがあるものも結構ねあります。まあ、私はですね革靴は割とこうカジュアルな革靴を履くことが多くて、まあ、そういったものはですね幅にゆとりを持たせたものが多かったりします。でこちらにあるトリッカーズという革靴はですね、まあ、私の足に対してはちょっとねこうゆとりを感じるようなそんなフィット感、サイズ感です。こちらの靴に対してこのケア足を履いた時はですね素晴らしいフィット感になりました。でそもそもですねこのトリッカーズを履くときは薄手の靴下ではなくてこう割とスポーツで履くような、まあ、そんな靴下と、ね、合わせたり少しこう厚手の靴下を履いたりしてこちらを合わせていました。それで内部のこの隙間を、ね、埋めるような、まあ、そんな履き方をしていたんですけどもでですね、まあ、そういったサイズ感のこちらのトリッカーズに対してこのケア足を合わせたときにすごく、ね、フィット感が良かったです。まあ、やはりこの前足部のフィット感っていうのが良くなってこの安定感っていうのがまあ増した感じがあります。まあ、さらにですねトリッカーズはすごく硬い靴です。で、まあ、私はですねこちら3年ぐらい履いているので、まあ、結構柔らかさも出てきてだいぶ履きやすくはなってきているんですけども、まあ、それでも1日履くとね、まあ、だいぶこの疲労感っていうのは出てきます。まあ、そういった硬い靴に対してこのねかかとのクッション性をね持たせることでその疲労感っていうのもだいぶね軽減してくれています。ですので、まあ、個人的にはですねちょっとこう幅にゆとりがあったり、まあ、自分の足に対して、少しねゆとりがあるような、まあ、そんなサイズ感の革靴に対してこの
ケア足を合わせるっていうのは私はねすごくおすすめしたいなと思っています。もしですね皆さんがお持ちの革靴の中でちょっとゆとりがあるなと思う革靴があったら、まあ、ぜひともですねこのケア足を合わせていただければフィット感がねより向上してくると思いますので、まあ、ぜひお試しいただければなと思います。またですね新品の革靴っていうのは、まあ、結構ね硬かったりするので、まあ、そういった部分で、まあ、新品の時のこう履き心地を向上させるという意味でもこのねケア足っていうのは役に立ってくれると思いますので、まあ、そういった感じで、革靴と合わせてみるのがいいんじゃないかなと思います。またブーツなんかもすごく相性がいいですね、まあ、ブーツも結構人によってはハーフサイズないしワンサイズ大きめの靴を買う方もいると思います。まあ、そういった時にもこのケア足を合わせることでフィット感がね良くなりますし、またブーツはやはり硬さがあるので、そういった時にこのかかとのクッション性もありますので、まあ、ブーツとのね相性もすごくいいですので、まあ、ぜひお試しいただければなと思います。まあ、しかしながらさっきも言った通りこの細めの靴、まあ、タイトフィットであったりジャストフィットのものにですね合わせていただきますと圧迫感が強くなって、これはね履き心地が向上するというよりは圧迫感によって痛みが増す感じがあるので、まあ、そういった靴にはどうしてもね合わせられないので、そういった靴に合わせられないっていうのはちょっとねデメリットに感じる部分かなと思います。でまたですね私はこのトリッカーズ以外にこちらのケア足を合わせているのはこちらのオールデンです。でオールデンもですね、まあ、こうしっかりとした作りにはなっているんですけども、まあ、割とですねこう柔らかさが出てくるような、まあ、そんな革靴になっています。で柔らかさが出てきてすごく、ね、履きやすくなる一方でちょっと、ね、不安定さを感じる部分もあったりします。まあ、そういった時にこちらのですねケア足を合わせていただきますと、まあ、結構この足の安定感っていうのがまあ増すような、まあ、そんな感覚があります。こう歩きやすくてね、まあ、どんどんこう歩いていける一方で、まあ、その歩きやすさが逆にですね足の不安定さにつながっているようなそんな感覚も若干ありまして、まあ、意外とねオールデンを履いた後も疲労感っていうのがあったんですが、こちらのですねケア足を履くと安定感が増してですね、まあ1日履いた時のこう疲労感っていうのは結構ね軽減されたような、まあ、そんな感じはあります。まあ、もちろんこれは私自身の感覚になりますので、まあ、実際にね試してみないとわからないと思う部分は結構ねあると思うので、まあ、その点はね気になる方がいたら、ぜひともこちらのケア足試していただければなと思っています。といった感じで今回はですね、まあ、こちらのケア足という靴下を紹介しましたが、いかがだったでしょうか。まあ、革靴と言いますとやはりクッション感がなくて、まあ、歩きにくかったり疲労が溜まったりするような、まあ、そんなイメージを持たれる方もいて、まあ、敬遠している方であったりあんまり履きたくないなと思う方も結構いらっしゃると思います。まあ、そんな時にね疲労を軽減している靴下っていうのがありますので、まあ、ぜひともね、まあ、こういったものを試していただいて、まあ、革靴との付き合い方っていうのもね変えていくのもいいんじゃないかなと思います。といった感じで今回はですねこちらの靴下について話をしました。気になる方がいたら、まあ、ぜひ概要欄に、ケア足のリンク貼っておきますので、まあ、そちらを見て購入検討などしてくださると嬉しいです。ということで今回はこの辺で動画を終わりたいと思います。このチャンネルでは革靴を中心としてファッションアイテムを紹介しています。この動画を気に入ってくれた方はチャンネル登録や高評価ボタンを押してくださると嬉しいです。では次回の動画でまたお会いしましょう。